そんな説明をしにわざわざ出てきたってのかよ。いや、俺が出てきたのは、もしその能力なら生かしておいてやる。で、スタンドってその何がなんだかさ。確かにおめえを懲らしめてやれるスタンドだったらいいよな。それじゃあ分かるようにきっかけを与えてやるよ。これで終わりだよ。何？これで終わり？奥安の兄貴よ。東方丈介、お前は逃げられなくなる。次に腕にダメージを与える。これが予告だ。隙だらけだ。今のところは殺さないでいて。てめえ、地雷。お前の負けだ、東方丈介。全体撃て。俺のクレイジーダイヤモンドは破壊したものを直せるっつうのは。弓とや、奥安の兄貴がどっかに隠したようだけどよ、探すのかよ。ここにいてよ。僕一人で探してくるからさ。だがよ、今は早えとここの家出た方がいいんだよな。屋根裏部屋があるよ。弓と矢はここかも。おい、やっぱりやべえな。なんかいるぞ。やっぱり怖いよ。どうしよう。1、2の3。切断するつもりは。そこにいんのかよ。俺たちの親父だぜ。なんかの病気なのかよ。病気？違うね。親父を殺してくれるスタンド使いを俺は探しているんだよ。そのためにこの弓と矢は絶対に必要なんだ。全ては11年前、1988年に起こった。俺たちを理由なくよく殴ったよ。金のために手下になってたのさ。昼の2時くらいに俺が学校から帰るとよ。親父、救急車呼ぼう。親父はその肉の目を埋め込まれていたのさ。ディオの不死身の細胞が一体化しちまったんだからな。開かすなって何度も教えてろ。実の父親さ、血のつながりはな、こいつを殺した時にやっと俺の人生が始まるんだ。気になるのはこの箱だよ。昔の思い出が。殺すスタンド使いよりよ、直すスタンド使いを探すっつんなら。なあ、こんなことはよ、もうやめようぜ。なあ、奥安、何掴んでんだよ。兄貴。おめえらよ。兄貴。それとも我がスタンド、レッドホットチリペッパーがこんなに成長するとは思わないかい。夢はいよ、いつだって俺の足手まといだったぜ。今のスタンド何かわかるか、おかせ。兄貴はよ、あなって当然の男だ。おめえの兄貴はおめえをかばったよ。聞き慣れない声だな。誰だ、そういうあんたは。誰でもいいさ。あんたのことも殺したっていいんですが、なんでも丈太郎さん、せっかくスタンド能力っつうもんを身につけたんだ。俺はちょいと面白おかしく生きたいだけです。やれやれだぜ。ジョースケ出て。
ほら、早く行こうぜ。あら、ジョウスケのお友達？モリオチョレリオ。どうしよう！聞いてしまった！手当てしないと。無駄だよ。泣き声が聞こえねえだろ。あの頃は良かった。ま、隣に座れや、広瀬くん。何の話ですか？おいおい、ふざけてんじゃねえぞ。君は確かに悪くない。引き殺したのは兄ちゃん。お前って。財布出しちまった方がいいんじゃねえか？よっ！スタンドが僕の体に生えている！おお、この能力を上手に使えば一生これで食っていけると思ってよ。立ってられない。チッチッチ。あれ、なんだよ、最初から素直に出しねえよ。働いて稼いでくださいよ。あのね、坊やたちは引っ込んでないよ。とりあえずこの錠を外してくださいよ。金は金だからよ。ほう、俺から金取るっつうのか。さあさあ、ガジュー見せたもや。前バカ。そいつに罪の意識を感じちゃダメだ。おい、光一が引き殺した猫ってのはこいつのことかい？なんだてめえは。おい、7000円を忘れ。許せん、俺の金じゃねえが。今日は朝一番に嫌なことがあったから憂鬱な一日だったよ。なんでこいつが僕ん家で僕の母さんの肩揉んでんだ。7000円、慌てんぼね。このお金は拾ったって言ったのか。つまりお互いの財布がすり替わったってわけってね。とうとう出たな。読めてきたぞ。こうちゃん、光一くんの持ってる財布の隅っこに入ってるはず。こんな息子さんを育てて親として罪悪感はないんですか？いい家だな、この家はよ。女子校の3年生だって食べ頃じゃん。弓とや、奥安の兄貴がどっかに隠したようだけどよ、探すのかよ。ここにいてよ。僕一人で探してくるからさ。だがよ、今は早いとここの家出た方がいいんだよな。屋根裏部屋があるよ。弓と矢はここかも。おい、やっぱりやべえな、なんかいるぞ。やっぱり怖いよ。どうしよう。1、2の3。切断するつもりは。そこにいんのかよ。俺たちの親父だぜ。なんかの病気なのか。病気？違うね。親父を殺してくれるスタンド使えよ。俺は探しているんだよ。そのためにこの弓と矢は絶対に必要なんだ。全ては11年前、1988年に起こった。俺たちを理由なくよく殴ったよ。金のために手下になってたのさ。昼の2時くらいに俺が学校から帰るとよ。親父、救急車呼ぼう。親父はその肉の目を埋め込まれていたのさ。ディオの不死身の細胞が一体化しちまったんだからな。開かすなって何度も教えてろ。実の父親さ、血のつながりはな、こいつを殺した時にやっと俺の人生が始まるんだ。気になるのはこの箱だよ。
殺すスタンド使いよりよ、直すスタンド使いを探すっつんなら。なあ、こんなことはよ、もうやめようぜ。なあ、ホクヤス、何掴んでんだよ。兄貴、おめえらよ。兄貴、それとも我がスタンドレッドホットチリペッパーがこんなに成長するとは思わないかい。おめえはよ、いつだって俺の足手まといだったぜ。今のスタンド何かわかるか、お客さん。兄貴はよ、あなって当然の男だ。おめえの兄貴はおめえをかばったよ。聞き慣れない声だな。誰だ、そういうあんたは。誰でもいいさ、あんたのことも殺したっていいんですが。なんでも丈太郎さん、せっかくスタンド能力っつうもんを身につけたんだ。俺はちょいと面白おかしく生きたいだけです。やれやれだぜ。ジョースケ出て。ほら、早く行こうぜ。あら、ジョースケのお友達？モリオチョレリオ。どうしよう、聞いてしまった。手当てしないと。無駄だよ、泣き声が聞こえねえだろ。あの頃は良かった。ま、隣に座れや、広瀬くん。何の話ですか。おいおい、ふざけてんじゃねえぞ。君は確かに悪くない。引き殺したのは兄ちゃん。お前って、財布出しちまった方がいいんじゃねえか。よっ、スタンドが僕の体に生えている。おお、この能力を上手に使えば一生これで食っていけると思ってよ。立ってられない。チッチッチ、あれなんだよ、最初から素直に出しなよ。働いて稼いでくださいよ。あのね、坊やたちは引っ込んでないよ。とりあえずこの錠を外してくださいよ。金は金だからよ。ほう、俺から金取るっつうのか。さあさあ、ガジュー見せたぶが。前ばっか。そいつに罪の意識を感じちゃダメだ。おい、コウイチが引き殺した猫ってのはこいつのことかい。なんだてめえは。おい、7000円を忘れ。許せん、俺の金じゃねえが。今日は朝一番に嫌なことがあったから憂鬱な一日だったよ。なんでこいつが僕ん家で僕の母さんの肩揉んでんだ。7000円、慌てんぼね。このお金は拾ったって言ったのか。つまりお互いの財布がすり替わったってわけってね。とうとう出たな、読めてきたぞ。こうちゃん、こういちくんの持ってる財布の隅っこに入ってるはず。こんな息子さんを育てて親として罪悪感はないんですか。いい家だな、この家はよ。女子校の3年生だって。食べ頃じゃん。させやがってよ、ボケ。なんだ、妙な耳鳴りが聞こえるぞ。くしゃー、この音消しやる。母さんと姉さんの錠を外したら音を取ってやるよ。玉見ろ、玉は決まったの玉だ。根性を見せてやるぜ。ボイボイ、何の叫び声、どうしたの。音を消さねえと、おめえのおふくろさん罪の重さに耐えきれなくなるぜ。信じて、信じて。そうだ、女親の私が息子を信じないで誰が光一を信じるのよ。聞く。許して。
してください。何でもします、光一殿。おい、奥康、一体どうなってんだこいつは。よさて、森尾町レディオ、ここで次のコーナーです。マジかよ。異常な話だろ。狭間田のダチは病院でこう言ったらしい。なんかよ、うさんくせえなこいつ。だとこら。ま、確かにほっとくわけにもいかねえな。タフなセリフだ。さすが、あっしの見込んだお人ですぜ。不気味だよなこいつよ。テニス部で漫画好きなやつだな。脅かしやがって。狭間田はスタンド使いだ。パーマンってなんだよ。お前パーマン知らねえのか。信じられねえぜ。こいつら、どけ。自分では直接手を下さず他人を利用してやるっつうのはよ。このスタンドの名はサーフィス。よそ者のくせによ。意識不明になってもらうぜ。ちょろいもんすね。おい、俺のカバン拾え。このまま丈太郎を仕留めるぞ。丈介くん、大丈夫だった？丈太郎さんに早くあのスタンドのことを知らせないと。駅前広場に来てくださいよ。15分もありゃ行けますから。さあ、とりあえずコピーの方を追うしかねえ。は、狭間だ。なんでてめえが。小林たまみか。早いとこ狭間だたちに追いつかねえと丈太郎さんが危ねえ。丈介くん、あのこれ読んで。なんだその口の利き方。あいつ、こんな丈介なんぞ。早いとこ丈太郎仕留め終わってこらごらにぶちのめしてやる。ったく、死にそうなコオロギみてえなやつだぜ。ボラ、なんだなんて考えなくていいんだよ。それにあのチビまで。狭間だ。やっと追いついたぜてめえ。元の形に直すために投げたんだぜ。狭間田さん、待ってくれっすよ。なるほど、ジョスケのやつまだ来てねえようだな。仮に追いついてきてもジョスケは電車で足止めだ。もうなんだあのスタンドは。何かあったのか。そこで見分けてください。わかった。そろそろ追いついてくるはずだけど、丈介、おめえが出しゃばったせいでなんだぜ。丈太郎さん、このさっきの恨みバッチリ復讐させてもらうかな。まぬけな野郎だな、ご愁傷様。丈介、おめえそれを信じたのかよ。拷問したのかよ。結婚する相手のことを運命の赤い糸で結ばれているとか言うだろう。あいつはいずれそうなるのを知ってるんだよ。おい、ありゃ光一だぜ。光一くん、呼び出したりして。そのお金なら1000円ぐらいはなんとかなるけど、それとも終盤変わってくれってのかい。私、浩一くんのこと好きなんです。え、なんだって。この事態は恋の告白をされてんの、この僕が。浩一くん、彼女いるに決まってますよね。え、いませんけど。私、男の人の魅力って将来性だと思うんです。私のこと嫌いですか。あんたのせいだからね。羨ましいだとかの気持ちはぶっ飛んだぞ。ああ。
イティング。ダメの意志にひたすらあがきながら希望のかけらだめに信じたものだけが身を裂かないファイティングコール Every time I close my eyes I would give anything ダメの意志にひたすらあがきながら希望のかけらだめに信じたものだけが身を裂かないファイティング。